今日降ってきました、昨日。まあ今日どうなるかなと思ったけど、青空と白い雲といういい天気に恵まれました。決意表明を佐竹匠さん、お願いします。みんなで一緒に歩きながらいろいろな発見をしたいと思っています。頑張りましょう。最上川200キロ歩く第4週、頑張るぞ。よーじゃ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、飲み物取ってね。水にずっと入っていると息ができなくて死んでしまいますが、お米も一緒です。1台で1分間に38立方メートルという量の水をあげます。この田んぼ側だったりだとか住宅地の方に水が入っていかないように、この紐を締めるのが通常なんですけども。いますよ。下からいた。動いてる動いてる動いてる。一番汚く見えますけども、これ今一生懸命微生物が処理している段階ということです。魚が住めるようにするにはどのくらい薄めなきゃいけないかというと、お風呂で 3.5 杯分。見える？すごい目だな。いや、なんか赤いのいた。浄化の仕組み分かった。分かった。分かった。難しかったです。頑張ってますか？頑張ってます。皆さん頑張って歩いてくださいね。いつも県の中で、流れる川としては流れですね。こうさ、こう、紐を通せる。こう。そしてそれをジャッと持ち上げる。その紐を。やっぱり重かった、はい、だなんか結ぶ時とかも自分が今まで結んできたのと違うので、ちょっと苦戦したかな。酸性とか中性とかアルカリ性っていう言葉を聞いたことある人？アルカリ性はある。あ、でも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 、あ、お薬の色。そう、お薬の色です。抜いてください。どうですか、見えますか？見えます。はい、分かんない ところとかをいろいろな場所で聞けたり、川が綺麗なことが大事なんかを知れたり、川を綺麗にしてるんだなって思いました。